僕以外にもですね、いろいろなアーティストをこれからもどんどん出てきますので、皆様最後までごゆっくりご観覧ください。次はですね、ダムさんの、ブライダルショー、私もちょっとバックで演奏いたしますので、また、よろしくお願いします。
ありがとうございます、10月6日に、出雲大社で結婚式をしてこの格好でしてきたんですけど、まあ、結婚式は女の子のものっていうあれがあるんですけど、恥ずかしがり屋の割に承認欲求が割り強いみたいで、こんな格好しちゃいました。ファッションショーって言ってもちょっと今日は1点しか、ね、ないんで寂しいかなと思って僕も出ちゃいました。すまん。何か喋ってください。10月6日に結婚式をして、旦那の、力作のウェディングドレスです。ご結婚など考えてらっしゃる方はもし、このドレスがいいと思ったら、こちら の、 テーラー吉彦団が作ってくれますので、はい、これはダンさんがこだわったポイントは、どこですか？こだわったポイントは1900年代00年ね、00年あたりの感じを今風なシルエットでみたいな感じで、なんかこういうの説明するのって多分ね、占い師がすげえ信頼してる占い師が先輩占い師に怒られてるとこを見た感じがして、なんかあれあかんやろみたいな感じなんで、あんま説明するのはあんまり良くないかなと思うんでね、はい、あまり意味が分からなかったんですけど、そうですね、こういうのも作れるんですけれども、基本は紳士のスーツをやってますので、はい、男性の方でスーツとかに興味のある方はよかったらぜひフライヤーをお配りします、配ってますので、また興味ある方はぜひ。でウェディングドレスも、こういったのを今回は、吉彦さんの希望で作られたんですけど、もっと違うのもできますし、いろんなのが作れる人なので、もしよかったら皆さんよろしくお願いいたします。営業ありがとうございました。まさかの、ね、ステルスじゃないマーケティングっていうのがこういうのだなっていうので、本当主催者のね、ゆゆさんにありがとうございましたっていうことで、って来てくれた皆さんも本当にありがとうございました。あと南さんも本当演奏ありがとうございました。じゃあすいません、最後に一言、今年の流行語大賞にもなりましたが、最後に一言、皆さんでこの言葉をかけて終わりたいと思います。いつ着るの？今でしょ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。